羊よ、初期のコンソール版が何フレームだったか知っているか。羊ではない、私は狼。昨今の次世代機でフレームレートを上げられるアップで、ゴンカ、オロチ、ローブリも、ああ、 4K にアップコンバートだの、 120fps のパフォーマンスモードだの、それらは皆新規が楽しんでいる分には誰の迷惑にもならんから、それはいい。しかし久々に復帰した場合はクオリティモードがデフォルトでオンになってやがる。まさか日本人プレイヤーが死滅したわけでもなかろうに、アップで情報が見つからないことこの上ない。ウィキ更新も途絶え、辛抱70の相棒キャラだ。不親切だとは思わんか。